こんにちはーっこんにちはーぱっぱっぱ。パパパさん、イェーイヤッホーイェーイノリノリこんにちはテストどうやったテストね。うん。<laughs> うん。うん。うん、うん。あのー、よっ、あのー、 いつもに比べたらめっちゃ良かったし、あの、いつも、あの、先生に返されるときに、あの、マジでやればできるって言われたり、あと、うん、って、<laughs> うん、あの、いつも怒られる先生に、うん、今回はできてる方やと思うとか言われたりした。でも、あの <laughs>、赤点がね、赤点を、 全部で11教かあるんですけど、そう、こうやってな、順番にこうやってビビビビって返されていくんやけど、なんと、アガデン、あ、何個あったと思うあはは、<laughs> 聞くスタイル <laughs>。あの、え、言うと、まだ確定ではないけど、え、あの、確定ではないけど、 多分、多分、一個か二個、赤点がありました。あの、え、ちょっと言い訳させて。あの、言い訳すると、めっちゃ勉強してん、みーはね。みゆはめっちゃ勉強したんやけど、やっぱりほら、抜くさ、これは捨て教科っていうのがあるやん。まあ、要するにそれ、なんです。うん。<laughs> そうなんです。それです。 それが、あのー、そう言い訳。捨 <laughs> て教科っていうのがあるやん。それで、で、あのー、確定ではないっていうのが、なんか、クラス、全部のクラスを合わせての平均やから、平均やから、あの、なにけまだ、 返してないクラスもあるんやってだからあのその返せないメンじゃない返せないクラスとかでなんか直しがあったりしたらその点数も変わってくるからその赤点のっていうだから確定じゃないだからでも1個はマジで確実に確定してる 赤点でも今回1個しかなかったっていうでも前回はあの11教科ある中で半分以上が赤点で見ゆうだから今回はマジで頑張ったし一桁の点数を 取らへんかったし。あと、今までこう、1学期、2学期や、やってきて、あ、3学期もか、やってきて、1桁あ、2桁も取ったことあるけど、もうほとんど1桁の、と、しか取らへん教科も、今回は2桁取って、37点とかやって、え、もうそれはマジでガチで、めっちゃ勉強したから、教えてもらったりして、だから、 それはそれでよかった。え、もう、マジでそれを、こう、もらった瞬間に、マージで嬉しかった。そう。だから、そう。なおじいさん、こんにちは。 <laughs> リフティーズ。二宮何してる俺は生きてるで。小学生か。ミユは呼吸してる。ああ、小学生。あるあるじゃない適当さん。ヤッホー。ヤッホー。シャクさん、こんにちは。ちょっと先生が気を使って言ってくれる雰囲気。エッティーさん、あの、違う。違う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 。え、なんか、毎回、怒りながら返してくる先生とか全然いるんですよ。 怒りながらっていうか、おーい,い、ーみたいな。でも今回は全然そんなことなかった。こそ、ペプシマンさん、ヤッホー、こんにちは。え、一個でも赤点あるんすか一個ある。ライブないのに、勉強してなかったいや、したよ。あの、しました。した。したしたした。てか、ライブないのにって言うけど、レッスンとかあるからな。レッスンはあるよ。 言 <laughs> い訳。これも言い訳。そうそう。ちゃんとしたよ。だって土日もちゃんと勉強したし、テスト期間の時はな。テスト期間以外はしてないけど。仕事中、コンビニない。おぉ、赤点ダメやそうダメ。でも、でも、さ、みーにとってはね、嬉しいんですよね、これが。1個しかない。 1>, 1個 ?2 個 ?1 個しかない今のところは確実に決まってるのは1個しかないっていうもうそれが嬉しいんですよお邪魔しましたあやバイバイまた来てください素敵をよかった素敵やん <laughs> 素敵やん素敵なんかなあなおやんさんこんにちは50完了ありがとうございますカウントありがとうございます いや、30点台やったら、場合の高校なら赤点やがな。マジんえ赤点ってさ、あれかなうん、それん。それ、んそれ、ん高校によって赤点の基準が違うのかなやればできるんやから、全教科頑張る。え、でも、あの、こん 会っていうか、普通に、授業を、なんかほとんど寝てたり、喋ってたり、あの話を聞いてなかったりして、で、あの、勉強を、え、もう頭がパンパンで、マジで、頭パンパンすぎて、うん。あの、破裂する <laughs>。破裂する、マジで。破裂レベル。もう全部入れたら、破裂してしまう。 だから、あの、最小限、マジでこれを取らんとあかん、みたいなやつを頑張って勉強しました。よやればできる、ああ、じゃあこれ読んだ。JK2 になれそう。そう、JK2 になれそう。なれそうです。私。今んところはもう、今んところっていうか、そう。あとは、あの、二時、 二十、20何日やっけ二十何日かに、終業式あの、春休みに入る前の式があるんで、そこで、成績表が渡されて、あの、位置がなかったら、仮身なしで、えーと、上に上がれるということですね。はい。赤点三十やろえ赤点三十なんえ待って、赤点の基準 あの平均の半分以下が赤点、平均の半分以下が赤点じゃないか、いいいい。ちゃんと授業は聞きなさい、はい。あの授業はマジで聞こうって思った。でも、うん、そう聞こうと思った。でもじゃない、聞く。山野くん、こんにちは。こんにちは。 よけさんまあ来年の今頃もやばいって言ってるやろな確かに頑張ろう2年生になれなろうねっって知らんが <laughs> ねっそうなんすよもう <laughs> でもとりあえずはねえっ <laughs> まずねとか言って2年生になれるから多分なれるえまだなんか確定 え、もう、超超超確定ではない。から。え、もうさっきさ、メイク、ん今、メイクがやっと終わったので、メイクをやりたてほやほやの顔なんでしょう。だからまだ馴染んでないのと、あと髪の毛さ、めっちゃボサボサやからちょっとくくれ直そうっていうのがありますね。ボサボサじゃないめっちゃ。 やばいめっちゃボサボサボサコボサコあのこれで学校行きましたあのなんでか聞いてほしいのなんでか聞いてなんでか。 そうなんでかっていうとなんでそうおさげをおさげ編み込みをしていったかっていうとあのー、編み込みをすると賢く見えるんですよだから <laughs> 今日は賢くなろうって思って<え>賢くあのー、み見てもらおうと思って見てもらう <laughs> 賢く見えるように見てもらおうと思ってあのおさげをしていきました っていう <laughs> それだけなんですあなんでって聞いてくれてありがとう <laughs> そうどう見てここかわいいやろこれこれは何なっけ遅れ毛ってやつらしい遅れゲってやつこのくるんくるんってここにこれみゆさマジでみゆこういうなんか遅れゲとかあの 女の子らしいことこれなんかあの、女の子らしいふわふわの、なんか女の子って感じの子はちょっとこういうのをやってらっしゃるんですけど、私はあの、そういうのが全くなくてですね、初めて、あの、やりましたね。<laughs> はい。<laughs> どう賢く見えるっしょ賢い賢い。 まあ可愛いか。ええー、やったー。<laughs> ありがとうございます。2年になれるんだ。そう。2年生になれ、なれるっていうか、なる。もうなるんよ。俺もそろそろメイクしなきゃな。<laughs> はははは。ははって自分で言ってるやん、適当くん。メイクするん,なんか最近さ、流行ってるくないあの、メイク系男子みたいな。あれ、いいと思うんやけど。やってるんかな、ほんまに。 ならなくてもカミングアウトするんならなくてもあ、二年生になれへんくてもってことえ、するんじゃないえ、すると思う。え、別になんか隠すことじゃないしある。えうん。言うと思う。でも、みーはなるんで、二年生に。<laughs> 大丈夫です。へえ、メイクって馴染むとかあるんやな。え、あると思う。時間が経つに、 連れてなじむみたいなでもさ、逆に、時間が経ちすぎて、なんかメイクが浮いてくるみたいなのも言うよな。<laughs> 言うよな。そうそう。その発想がやばい。感じ <laughs> 何何。なになに間違えてる。それね。発想。幼い。幼い幼く見える中学2年生です。2年生ぐらいにやったら見えそうどう 中3でも通じるかなみゆ結構年上に見られがちやからさ高校1年生ですって言ってますよあっ待て待て待て思ったみゆはテロップを書いてないオッケーおっ ってことは今日ののテーマのヒントかないや、全然関係ない。全然関係ない。あの、今日のテーマは <laughs>、あのふ。あの、みんな多分面白いかなと思う。わからん。いや、面白いのしかないからさ、9ちゃれは。でも、この髪型全然関係ない。むしろ、みゆこれ今日さ、ここでお団子しようかなって迷ってる。 このまま、お下げで行くか、ここで、お団子しようかなって、迷ってます。どっちがいいまあ、可愛いから、いや、二回目。<laughs> ありがとう、シティ君。<laughs> お風呂入ってくる。また明日な。お、お風呂。おお風呂今から行ってらっしゃいませ。いや、冷静に考えて、俺がメイクしたらもう地獄やい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 や。いや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 。なんか、 髪色をめっちゃ変えてるイメージがあるから、なんか、そういうのも好きなんかなって思った。全然地獄絵図じゃないよ。くまさん、こんにちはくまさんです。はい。<laughs> はい。<laughs> 言うよなって知らんがな。言うよなって何言ったっけ、みゆ。覚えてない。名前変えてる時間、<laughs> いいよいいよしなくて。 名前変えへん方がいいよお団子というか言うて今日はいないんだあっそうなんやどうしお団子の方がいいやっぱりなじお団子でいくかお団子の方が人気かなもう,もうボッサボサやからさなんかこっからポニーテールとか ツインテールをするってなるとあのこれをほどいたときに「なみ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 」ってあの「貧乏パーマ」って言うんですけどこういうの貧乏パーマそうんそうそうそれになるなってストレートじゃなくなるっていうのとあとあのまいてもいいんやけど これを後ついてる上から巻くと変に型崩れとかしやすくなるから。だから、あの、やるなら団子かなって思ってる。ズラかぶるずどうしよう。金髪のズラかぶってこようかな。どうしたんってなるけど。メイクはしないな。しないな。けど、髪の毛は未だにバリバリに染めてる。マジ めっちゃ痛んでそう大丈夫なんかなブリーチ何回したんやばない大丈夫きて紀くんのあの皮膚の心配 <laughs> 皮膚の心配をあのしておりますウェーブそうウェーブみたいななんかこういうこういうのじゃなくってなんか「うんって,もうんーって <laughs> なるんですよ ーってそうだからその <laughs> 何回も何回も金髪のかつら持ってるんか持ってへんだからちょっとドンキかどっかにちょっとダッシュで買いに行って <laughs> ウソウソ絶対 C 品その買ってる暇ないからみゆ 今日行かせていただきました。お持ちしております。待ってるぞい。おら、雨降ってないのに行けるん熊さん。あ、せや、仕事が終わり次第みたいな。言ってたよな。ちゃんと見てますよって。もう髪の毛に潤いはないかな。ブリーチの会社はもう数え切れないほどやってる。ひえ、あのさ、頭皮痛くない 頭皮。頭皮めっちゃ痛そうっていう、あの、イメージなんですけど、全部。あ、やったことないから。でも、人生で、人生っていうか、生きてる中で、一回は、あの、やってみたい。全部、一回全部金髪にブリーチして、そっから、あの、好きな色を入れる。っていう。インナーから入れたいんよな、みゆ。みんな、この、この辺に、ピーって。なんか、 紫とかさ、可愛くないあと、あの、ちょっと、なんていう、ライトグリーンみたいなさ、なんかそういう色あるやん。何、なんていう、何グリーンってやとか、入れてみたい。あとは普通に茶色にしたいな。茶色にしてみたい。全然黒でもいいんですけどね。メンバー一人茶色の子いるんですけど。ね。 えっと、まあ、可愛いからいい <laughs> な、3回目ありがとうな。何がまあいいよ。<laughs> 何があ、ヨッシーさんこんにちは。こんにちは。こんにちは。やりすぎるで焼けるように。痛いって。やっぱりうわ、なんかそれを聞くと、うん。みたいな。うん。<laughs> うん。 今終わらせたからダッシュで帰るお頑張れ頑張るんだ走れクマさん走るんだ <laughs> 頑張ってくださいお待ちしておりますじゃあ5分過ぎたら終わりたいと思います髪の毛もやらないとねいけないしかく,くりいな。 からおみゆうはちょっと今日はねあのお団子しますねじゃあたぶん向こう向こうっていうか何向こう、うん、神田のあのイチャレをやらせてもらってるスタジオに行ったらあの時間がないと思うのでいろいろリハーサルとかライブのリハーサルとかするので <laughs> うん 時間がないと思うから家でやっていきますこれちょっと残しとこうかなこのくるんくるんずらえずらじゃないって <laughs> じげじげ <laughs> じげ<が> <laughs> なんでずらって何回も聞くよ一回くらいならまだ全然平気あれこれ読んだっけ読んでないっけ いや、どっちでもいいけど。そう、一回、全然平気なやったらやろうかな。<laughs> 印象やばくないみゆの。えキュイーンズ金髪いるんやけど、最年少高校2年生になる人みたいな。まだ高校1年生なんで。はーい。なのでね。てか、そろそろライブ行きたいなと思ってる。お待ちしておりますよ。いつでも。いつでも待ってる。待ってるよ。いつでも待ってる。<laughs> 今日はね、あの、キュイチャレが、久しぶりに5人でやります。のでね。あ、あ、あの、大事なライブ、21日。これ大事なライブなのでね、ぜひ、暇なら来てほしいな。あの、負けん組フェス。メインステージも一回立たせて、たた、たさ、たたたせ、たさ、た,たたせていただくので、 なので、21、あのー、マジで。あと、同品、動員もね、大事になってくるのライブなので、ぜひ。来てくれたら嬉しいです。待ってます。明日の渋谷行きたかったんだけどな。え待ってるよって。待ってるよって、<laughs> ってって明日、明日もね、えー、ロピロピさん、渋谷、スペースオットさんにで、あるので、 ぜひ、お待ちしておりますよ、皆さん。え、ずらって、いや、もうえは、ー、わ、ずらじゃないから。<laughs> あの、じげなんでね。じ <laughs> げなんでね。よろしく。ほら、頭皮にちゃんとついてるやろ。マージで、そろそろねって話だから。うん。そりゃ、少々十字。少々十字。ん,字んなんかさ、ないけなんていうけしょ、少々十字みたいな言うやな。ないけ ないけなんかわかってますよみたいなないけなんていうけあ無理なんか少々生じてますよみたいな <laughs> え日本語力やばえあの言いますよね十字ん少々十字ですよみたいなえちょっともう分からへんからいいやそりゃもう,しょうん分かっておりますので <laughs> なのでねまたじゃあそろそろ終わりたいと思います 相変わらずの神々やの。そう。滑舌。直そう。<laughs> 最近のズラは性能いいから、いや、知らんって <laughs>。知らんわ。ではでは、以上、私たち別できるアイドル、キュインズの2位の名誉でした。バイバーイ。ありがとうございました。この後は、キュイットチャレンジです。ミッキーさんもね、いるので、 ぜひ、お待ちしております <laughs>。あの、来れない方は、配信を、あのー、見てください。ね。<laughs> バイバーイ。ありがとうございました。